うちは主さんお疲れありがとうみっくんありがとうありがとう今今吉さんハートありがとうディオさんハートありがとうレネさんコンペとありがとうこんばんは初めて走人声見に来ましたありがとうね僕たい来てくれてありがとう嬉しいお話会でも行くねって言ってたからありがとうね嬉しかった来てくれてありがとうかぎさんありがとうありがとう ねえねえアザミンに変えたん変えてないよ <laughs> 変えてないですよ。今日はね、はっきり聞こえたよ。せーのって言ったら、ねえねえあずみに隠れて、マジ何名か、ねえねえあずみあれ <laughs> あれって思ったらもうね、飛びました、自分も自己紹介が <laughs>。自分の自己紹介飛んじゃった、その後の。うん。あれカギさん、ハートありがとう。本当に。

めちゃめちゃ聞こえた。やちりんさんお疲れ。ありがとう。島さん。コンペイト、ありがとう。あ、公演ありがとう。ありがとうね。気をつけて帰ってね。新幹線で。ありがとう。最善の声。え、ありがとう。本当に。ありがとうね。え、プンイナイト振ってくれてたよね。ありがとう。こんばんは。やちりんさん、ハート。ありがとう。ゆずきちさん、コンペイト、ありがとう。みきよ先生さん、ハート。ありがとう。

お疲れ様ありがとう高井さんこコンペトありがとうアルチさん初見さんこんばんはありがとうあ DMM で見てくれてありがとうね嬉しいリンクお疲れありがとう今もキツさんこコンペトありがとうあるある NYNKYK さん結婚してありがとうありがとうついからアザミンコールで響きあった <laughs> あアザミン <laughs> そんなコールもらったらもうもう すっごいカッコイイ曲ですっごいきゃカッコイイ曲でもこんなんなっちゃうよ <laughs> そんなこんなわけでとかそんなこんなわけでとかひとさんディフェンスかこんなんやり始めちゃうアザミンコールが響き渡っ,とっと <laughs> たらたなのりジュさんコンペイトありがとうアルツさんハートありがとう こんばんばはそう、来月の僕隊ね、3月どっちも出るから、来てください、待ってる、3月。来てほしいです。きよぽんさん、ぼんぼり、ありがとう。t イさん、ハート、ありがとう。ねえ、あざみこる、やばい。やばすぎ。やばすぎよ。やばい。こんばんは。諦め。主さん、ケイトありがとう。ありがとうね、公演 ありがとうありがとう来てくれてありがとうたくあんさんたこちゃんありがとうひでさんぼんぼりありがとうひでさんコンペイトーもありがとう今つのさんバラありがとう今むきつさんハートありがとうこったさんハートありがとうこんばんはあずみ見せ方が上手だから悔しいけど見てしまうね <laughs> 悔しいけどってどういうことですか <laughs> どういうことですか悔しいけどってちょっと違うんじゃない使い方 <laughs> いいじゃんもうあずみんばっか見ててくださいよあずみんばっか見ててダンスさんハートありがとうダンスさん系統ありがとう一輝さんロケットありがとう宮本浩一さんハートありがとう来月の放課後の句祭出てないっけまだ予って出てないっけなんかでもえ出てないっけ出て出てないか まだ出てないっけ ?1 週間で4回集めえっねっいっぱい会えたよ <laughs> ありがとねほんとに忘れないよずっとありがとうオーターズさんハートありがとうひろゆきさんハートありがとうケイセティンさんコンペイトありがとう宮本浩一さんケイトありがとうトワイライトさんコンペイトありがとう ケンスティンさんとアルマさん、ありがとう。トワイライトさん、コンペいトありがとう。あ、もう出てるか。じゃ、あ言ってもいいんだ。三月十八です。三 <laughs> 月十八日ラストの放課後音楽祭、三月十八日です。<laughs> どこで出たんだっけな。配信?。この前の放課後音楽祭の時に言ったんか。 公ありがとう今日も調子良さそうでしたえ嬉しいペロってしてた <laughs> ペロってしてました今日りあくんハートありがとうねえラストだよ次がもう3月だラストですそウィンクの改装えめっちゃしちゃったウィンク <laughs> 届いたウィンクねえ北国具材もっと あ、配信で出とったんかひろひろさん、コンペイトありがとうニューウェーブ自体もどうなるかわからんよね三月以降やすしんさん、系統ありがとうなんか今日のさ、MC でもさ、ちらっと話出てたけど牧対公演も結局研究生公演だから今後自分たちが牧対公演四月以降に点五記とか 出るのかわかんないよねっていう話ですこんばんは <laughs> でも出たいな好きなんですよね木体公演すごいなんだろうすごい好きなんですよねすごく好きなんです主権さんは ウォッチさんこんばんはありがとうケース人さんだるまさんありがとう <laughs> 好きだと言ってたサッチのダンスはどうだったえ好きサッチのダンスあとね個人的にあれなんですよあのサッチとひーちゃんの日暮らしが良かったあれね元旦元旦ぶりの2人の日暮らしで元旦の時もあのペアだったんよねサッチとひーちゃんの日暮らしだったんですけど元旦元旦ぶりのサッチとひーちゃんまた見れて やっぱり好きだなうんあの二人の日暮らしなんかなんかなんかいい,いいんですよねそうボブ髪型もボブでなんか本当に禁断感ある <laughs> 禁断感あるくないあの二人の。 日暮し禁断のものを見てる感じですごいなんかあって雰囲気も2人ともなんか似てるしちょうど身長がちょっとひーちゃんが高くってちょっとボコでデコボコっていうか身長差がちょっとある感じなのもまたいいなあって思うそうそうなんよね僕たのセトリも結構好きで やっぱね先輩もいない分 MC とかでもだし MC とかではすごいなんか成長すごいできるのもあるし曲的にもすごい好きで表現するのめっちゃ楽しいんですよってか踊って歌ってするのがめっちゃ楽しいんですよ僕いな曲ってだからもっとねもっといっぱい回数こなしてすごい成長できる公演個人的に。 体公演ってもっとやりたいなーって思う楽しいしって思うけどどうなるのか分からない分からないそう研究生公演あそうそう3期ちゃんもどいつのタイミングになるか分かんないけど多分昇格するからねってなったら本当そうだよね確かに研究生が9人になっちゃうのか一気にあー確かに。 分からんねマジで4月以降の動きが分からないですねこりゃあ,あ落ち着いたありがとうね今日 <laughs> ありがとうよかったよかったメンバーシャッフルして公うねいろんなメンバーで見るの絶対楽しいよね僕大い最前列から見るす面かわいいしか振りかぶせえっしいありがとねありがとう,、ねありがとう <laughs> 嬉しかった振りコピー見え,見えてて振りコピーあずみ最高すぎて好きってなったほんまイェイよし <laughs> 見つけたよ目線の先にいたこういうの見つけたあずみの日暮らし見たいですえっ日暮らししたいめっちゃ日暮らししたいですやりたい日暮らし。フェイチュルドさんハートありがとう 独、うん、体楽しい。二人の世界に入ってはいけない感じする。わかる大人暮らし。えわかるなんかね、ひーちゃん、さっちゅうの日暮らし、いいよね。うん。逆に、リあチュゅう、あのー、りあっちゅうおつのど同い年コンビの日暮らしめっちゃ見たいもん。あれまだ見たことないから。リアチュゅリオツンコンビの日暮らしも見てみたい。そでも優さそうじゃない個人的にはちょっと見たいですね。同い年コンビ ね帰宅したよかったありがとう今日ありがとうありがとうありがとう冬物さんレインボースターありがとうえ僕恋してみたい僕恋してみたいめっちゃ僕恋、うん、あきらさん系統ありがとうこんばんは ええそういやもうよくないよね本当にくるくるに耳元でなんて言われたんかな今日も今日もいい感じだねみたいなこと言われた <laughs> すごいなんかイケボみたいな声でくるくるにそのレイダウンのいっちゃいちゃ人でなんかこう。 わ <laughs> わちゃわちゃゃみたいなことする時に耳元でなんかささやかれて今日もいい感じ <laughs> あ違うわその前のあのセンターで私こうやってあのこういうふりをするんですよセンターで一人で乾燥の,の時にくるくるのところに行く前にこうやってなんか首をグリーンって動かしてこういうふりをするんですけど今日のなんか首いいよみたいな感じで。<laughs> 今日今さっきのふり「よかったよ」みたいな感じですごいキャバでささやかれてでこうグリーンってしたからちょっと髪の毛が乱れててだから「私の髪の毛直して」って言って <laughs> くるくるにこうやってこうやってなんか直してもらってましたあの時「かわいい」とかなんかそうやってた初手 <laughs> くるくるだからでもそうささやいてきたのなんかうん でもリハーサルっていうか昨日の練習であそこね <laughs> まあ本番はそうあのやりするんですけどリハーサルの時毎回あそこふざけてるんですよ二人でくるくるとあの人リハーサルの時ってリハーサルっていうかまあ練習の段階本番じゃない練習の段階とか結構なんかふざけてて抱っこしあったりとか <laughs> やってるんですけど 昨日の練習でそうマネージャーさんに「レイダウンちょっとふざけすぎです」って言われた <laughs> 名指しはされなかったけど「レイダウンちょっとふざけすぎです」って言われて「私たちの私たちのことや」って <laughs> ふ,ざふざけないようにしようねって <laughs> 言いましたそう。 そこね、好きなんです結構ね僕体くるくるとの絡み多いんですよねなんか夕日ともだし未来の果実とかもくるくる絡みが多いレイダウンカイトさんラブレターありがとう確かに今日キャメされやったねあほんまでしょうそうなんよめっちゃね朝シャンしたんです今日朝朝シャンめっちゃいい調子がすごいよくって なんか朝シャンステージある時朝シャンしようかなってちょっと思,思いました今日髪の毛もめっちゃね私ね髪の毛めっちゃ細いんですよ一本一本が細くって細いからすごい絡まりやすいんです髪の毛がめっちゃそでも今日はあのどんだけ汗かいてもこんなにこんなことないですよ私だって汗かいて踊った後の髪の毛が こんなサラサラなことはあんまりないから大体すごい絡まっちゃうんですよね汗でて嬉しいですすごい朝じゃん効果長くなればなるほどめっちゃね絡まりやすくなっちゃうんですよトゥルンってヨシタクさんハートありがとうマッチさんハートありがとう奏寿さんハートありがとうそうだしさん こんぺいとありがとうそゆいにゃん夕日の前めっちゃ可愛かったいや可愛かった次の曲に行きたいと思いますせーの <laughs> 可愛かったねゆいにゃん初日頑張ってた本当に可愛かったあの MC はやっさんこんぺいとありがとうつるん え、朝にかかっありがとうえ嬉うれしい目の前だったねめっちゃうれしいウンクしたの分かったかなシャンプーのジムできるえできそう<ー>できそうなぐらいサラサラでもラビってたダンスうれしいうれしいなみかならにしさんケイトありがとうポロンさんおつかれありがとう うれしい,シンゴ君 <laughs> 嬉しいそんなうれしい言葉を表情の振り幅が楽しいよね僕対えわかる楽しい楽しいです本当にねでも頑張るもん ンゴハートありがとうポロンさんハートありがとう10秒息吐くゲーム謎やったらかわいすぎるあれあの <laughs> ね <laughs> しかもさあのリエチとゆうなんだけじゃなくってあのあとはくるくるたちもやってたよね10秒吐くゲーム <laughs> 私毎回あのリえチとゆうなんの MC すごい好きなんですよね2人の MC かわいい面白いあれ謎やったね <laughs> それで見てて謎やなって思いました。かわいい。モリモさんお疲れと可愛い,い。ありがとう。そうなんかね難しくない。私ああ<ー>ってああの十秒あ息を吸って。 大きい声出すっていうのかと思ったよ、よじめじゃなくて逆なんだねあれふう息を吸ってから出した声がど,どっちが大きいかって逆だったからそうえその多分ユウナンが持ち出したあのユウナンが持ち出したあれですゲーム企画 <laughs> そうそうだしそうそうそう,そう毎回ねこれ話すみたいなのそうなんかあのー、ステージ始まる前に全体でもこう MC の確認とかするんですけど毎回ね「2人の MC 何話す?」って聞いたら2人であの「これこれ話します」みたいな感じでそう結構打ち合わせ打ち合わせしてる感あるから。 いいよね、あの2人 MC もあの2人だからなんかすごいほのぼののぼして可愛いよ、ていそこの MC ってうん確かにでもエンジンみたいな時にそのあのそこの MC でオーディションについての話をしてその後にちょっとした「ゲームも一応考えてるんです」って言って「どんなゲーム?」って聞いてその息吐く説明受けた時もそう。 わかんなくって <laughs>。そう、全然、私も逆かと思ってた。<laughs> って吸って、ああ <laughs> って叫べ方 <laughs> かと思ってたら、袖で聞いてたら、なんかもう <laughs>、謎なゲームしてたから、そう、可愛かったです。ナンにしかわからない謎なゲーム。優男、あの、リエツと一緒の MC になってたら、 意外となんかツッコミツッコミ側というか結構ホワホワしててバスッと突っ込むなっていう印象がありますうんえ面白いよね重ねるたびにえわかるね回数重ねるたびにねこれあそこねこれねうん自分に 自分に見せてくれる顔とやっぱ難同期でやっぱリエチとかと MC してるときは違うからまだね開拓が湯 <laughs> 難開拓まだだなと思います。え待ってでも湯南でちょっと待って話したい話あるんですよこれちょっと MC で撮っとこうかなって思ったけどちょっとこれは今話そうかな有難話です今回の練習中に練習中に起こった湯難話なんか。 あのそんなこんなわけであるじゃないですかそんなこんなわけでそんなこんなわけでの,あの振りの一部にチャ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 ーチャーみたいなこうこうやってこうやってこういう振りがあるんですよところどころ最初と最後ら辺とかこういうこういうのわかるでこれのこの振り上げてから振り下ろす時の手を結構なんかバスーンって。 下ろして欲していみたいな感じでその今回のレッスンの時に先生に言われてその先生がそのこの振り上げた時の手を振り下ろす時にそのなんかラーメンをラーメンをこうのそばを切るようにみたいなラーメンをこうやってパスって切るようにこう上げた手を振り下ろしてねって言われてラーメンとか、まあ、うどんとかとかって言ってラーメンとうどんでその表現をしてたんですよこの下ろし方をね。ラーメンととかかうううどんとかを切るようそ湯切りするようにりす 言われて「はい」とかってやってたらなんかそ <laughs> のあとに、ね、サッチにトントンってされてユウナの方指さしながら「あずみんさんそばはいいですかそばは」って <laughs> ユウナが言ってますよって <laughs> 先生がラーメンとうどんの湯切りをするように例えて例えたからユウナがそれを聞いて「そばでもいいのかな」っ <laughs> てサッチに聞いてそれが私に回ってきたっていう。 なんでもいいわってそばでもいい、可愛くない？あずみさんそばでもいいですか <laughs> って。なんでもいいわって <laughs> 言いました。そう。そばでもいいよ。<laughs> 可愛い。青の国さんバラ、ありがとう。 ゆむ吉さんハートありがとうひろっちさんハートありがとうマーケルケイトありがとう,うこんばんは <laughs> なんとそばの雪りゃ違うのかいや絶対一緒 <laughs> 絶対に一緒何でもいいもうそばでもいい <laughs> もう何でもいい面白く面白くってそれが。 コ,ウタさんコンペイトありがとう,うおしとやかでほわほわしてるなあっていう印象から最近は結構面白い子だなあって面白いうん面白い一面が結構ある言うな開拓したい <laughs> 私の前でも全面に見せてほしい面白い一面まだねまだちょっと 出,せない出,し出し切れ出しきれないそうユウナの面白さ私はまたまた完全に見せてくれないま根パパさん「こん平とありがとうありがとう」ねえ面白いねえさっきそば好きだよねえなんか聞いたそれそうさっちそば好き自分も好きだからちょっとそばそば語り あそばにそんな雪のこだまないんじゃない雪のイメージないからダメなんで。いやもうね、いやもうそんなんね <laughs>。いやもうわからん、<laughs> 知らん。アズミ知らんあずみん知らん。分からんけど分からんけどもう、その先生からのその説明受けて、そばでもいいですかっていう言うのが面白すぎて。もう何でもいい、そばでもうどんでも <laughs>。そこじゃないからね、大事なの <laughs>。 <laughs> 湯切りするものじゃなくって湯切りのようなもの湯切り湯切りをするという行為がの方がそ,そこそこ気になる部分が面白すぎてコウタさんハートありがとうこんばんは天然ないやもう天然っぽい本当に天然っぽい。 そうあ湯切りじゃない一回水あなるほどね水で湿めるんだそばってあじゃああれだ言酔わないといけないわ言うなそばはダメだよって言 <laughs> うなそばはダメだよそばは湯切りできないよってぶち切れてなかった先生がいないところでの話ですこれはそうこんばんは バナナお菓子に入るか,聞いてそう <laughs> かにバナナお菓子に入りますか面白い次は次はいつものメンバーかでその次があれだなもういくと一つのうちサンキちゃんの方に入る。 ドッキドキや3月次は3月だよ木体次の3木隊はうんそう4年後 2m4 年後 2m だよ来年ぐらいには骨が節々が痛くなり始めて骨が伸びる <laughs> 4年後2メートル四年後4年後まなしそうだよ楽しみにしててください2メートルのあざみんやだな2メートルのあざみんそれはちょっとなんかやかも2メートルの私がこうやってやってんのやじゃない想像してるのえそう今日も聖地したけどもう毎日言われるエブリデイエブリデイ私は小さいって言われるそう そう絶対言われる毎日なんか今日大きくなったねって言われたことないですあズみんあずみ, <laughs> あずみ今日も大きくなったねあずみなんかちっちゃあずみなんかちっちゃい今日なんかちっちゃくないって言われる変わらないんだけどあズみは縮んでない 嬉しい。僕隊週末に来ない。え、週末あんまりないよね。平日が多いんですよね。僕隊ってね。うーん。朝が順に行きます。待ってるよ。ありがとう。平日多いよね。僕隊。週末ねの方がね来やすいから多分遠方にいる方も週末あったらなと思うけど。奈良にさん。ケイありがとう。 今日は特に平均身長高かったえうんやっぱサンキちゃんがね高いんですよやっぱ身長が高かったかも高かったかもた確かに高かったかもうん小さくて自分くるくるまさっちかなぐらいでしたね他はみんな高かったうん5人とも ゆいにゃんも高いよねあともうひー,ひーちゃんリエチノアピユーナンは高いので夕日の前半組夕日で初めに出てくる前半組の4人が高いんですよ身長がリハーしてて高いなぁと思っただから後半組の方に私とくるくるがいるから後半組の平均身長下げてる私たちが。 前半組の4人が高いんです日立三号さんこん平とありがとうボンブレモンありがとうリメートになった新しい自己紹介考えないと確かに目目指すはただの巨人になっちゃう <laughs> 小さな巨人じゃなくて目指すはただの巨人目指すは瀬戸内の佐渡の巨人こんばんは リバプールさんコンペートありがとう熊さんコンペートありがとう千鶴子ちゃん結婚してありがとうアイドルなんていう時安住特にちっちゃかったあほんまにえー、あでも確かに背高いなみんな背高いからかそうえそうだよカナウカナウかなうがかなう連れてこなきゃあとねみょんみょんもかなうみょんみょんとかいたら結構ちょっとね平均身長ちっちゃくなるんですよ みょん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 も多分高い組ではないくらいなのでギズモさんぼんぼりありがとうそうだよ最後にあずさちそうあずさちにぎにぎしてと手をみょんみょんねえリコ玉でベートーベンさんが昇華コメでとっててえ本当に 嬉しいベートーベンさんベートーベンさんベートーベンさん確かに昇格してから決定になってからおばえしてないから竜やくんゲートありがとうございますでも大体まだ昇格じゃなくって昇格決定の段階なんですけど今大体そのメイクさんとかあったりお話ししたりしたら。 大体もう決定じゃなくて昇格したって思われていることが多いだからまだ決定してまだ研究生なんですよねっていう説明をしますいついつ昇格ってなるんだろう2.5期 いつなんだろうなぁ。わかんないよね。4月以降かなぁ？なんかそんな感じするけど。3月中はまだ研究生かなぁ？山さんハートありがとう。加藤さん、ハートありがとうね。いつになるんかなぁ？気になるよね。いつになるんじゃろう？そう。まだ研究生ですね。 こんんばは具体いやでも何か変わるって言われるとそんなに変わ,な変わらないっちゃ変わらないっちゃ変わらない髪型とかがちょっと自由になったりお話会の,あの服装とかが今ロング丈しかダメでショート丈のスカートとかアクセサリーとか。 がオッケーになったりとかそんなんとかかなぁじゃっけんその昇格した、ね、今の僕隊公演も研究生公演なんですよ今の僕隊公演で牧隊公演にだから正規メンバーになったら出演しないようになるんかなぁいやそのまま継続するんかなぁ ぐらいかなあプレゼントも解禁になるプレゼントも解禁今まだお手紙だけであとメンバーそうだね先輩と連絡先交換できるようになるメンバーとの連絡先交換が OK になる今2.5期とマネージャーさんしか知らないのであ生誕生もうん意外とあるかでもなんか大きく大きく何かがドカーンってすごい変わるってわけでもなくて でうんまあでも嬉しいことはすごい増えるかなそういうプレゼントとかそうねコスプレとかもうん意外と増えるかできること生誕祭が大きいねでも生誕祭できるの大きいかもうんって感じかな意外とできるか そうかかつも出てるしそうなんです先輩方と一緒に公演ステージ立ったりとかも全然できてるからえありがとうね余計にえね嬉しかったコースター見れてうん選抜もうんまあでも小学したら入れる可能性高くなるんかな 感じですねでもまあ頑張り次第ですよ昇格は昇格じゃない選抜は自分の頑張りねえ確かに昇格したら逆にそうなんです木体にもし出られなくなっちゃった場合だから公演がね減っちゃう <laughs> のは悲しいかもでも木体出たいなうんこんばんは ありえっう嬉しいありがとう頑張るでも入りたいから頑張るマスドロさんこん兵衛とありがとうありがとうそうでも活動内容はね変わんないかもでもうん過活もね入ってるしね鼻だれも出てるし うん僕隊終わっちゃうってなったら早いよねまだ続けたって1年は続けたいですよね僕隊スモさんコンペイトありがとうルカヤマタさんコンペイトありがとうあなた連会の新しい企画の声がぶつぶつでねそんな感じするけど70年ツアーとかも困るからどうなるんじゃろうかって感じですよね 東京,東京ドームえそうだよ4年後東京ドーム目指したいですよね頑張ってそんぐらい大きくなりたいです東京ドームみんなで頑張んなきゃでもみんなで頑張ってみんなでちょっとずつ 変化をしていくことで近づける気がする東京ドームはねえでも叶えたいよね叶えてみたいです大きな夢ツアディーでいろい発表ありそうありそうそれは7周年ねめっちゃありそうドームでーザミン <laughs> アザミンやばいあんな大きな会場で <laughs> アザミン炸裂でもそこまで行けたらもうもうやるわ一生できないよだって東京ドームでこんなこと <laughs> いつか行けた時はやっほー ね <laughs> 本当に新しい番組え本当だねうんそういうのも大事だしそうですよね大事だ 2.5×3kg で何の執念もあるけど7周年ツアーも安住ちゃんって出られるのかね分からんのよね 分からんのよねーどうなんじゃろでも全体の何周年ツアーだから出れるんかなって思うけどうん4月でツアーの発表まだかなとっちゃんもやさんコンペいトありがとう マツダスタジアム、えしたい私ね、マツダスタジアムもだし、あの、ピースウィング新しいサッカースタジアムピースウィングスタジアムあそこの、ピースウィングでも、やりたい。<laughs> やりたい。やってみたいです。あそこでやったり、や、や、できるぐらいになりたい。グリりリス 3days。確かに。グリアリス 3days。 でもステップとしてはね「グリアリスリーデイズ」ですよね確かにぐらいのステップとかのステップを踏んで踏めるぐらいになりたいですね。みんなで 確かに、お台場、大戦、え、そうだよ、お台場ね、多分ね、なんかね、お台場の情報、お台場フェスの情報が多分ね、多分、ちょこちょこっと、ちょこちょこと多分出てくると思うんですよ。今後、もうそろそろ。だから、ちょっと、もっとたくさんの方に来てもらいたいなと思うし、情報が出たら多分、すごい、ちょっとすごい情報が多分出ると思うので、うん、お台場の、 追加情報をお楽しみに,しみにえそうピースウィングオーケの音だえうんそうなんかあの注目中国注目ラジオであのラジオ出演した時にそうお話ちょっとそういう話にもなってそうあのそのピースウィングをと取り仕切ってる方みたいなのも来られてたので聞いたりしたんですけど やっぱりその近くに住宅が結構ある場所的に近くにこう住宅がたくさんあるので今の段階だとそういうライブ的なのはちょっと難しいみたいな感じでうーんらしいちょっとだけやっぱ難しいらしくってそうそうなんよ団地住宅がね広がってる住宅にちょっと近い場所なのでまあでもできたらいいな ね、お昼より入りますえ嬉しい待ってるねお台場よかったそうって感じの話を聞きました難しいですよね行きたいよねサッカーも行きたいけど行きたいけどチケットがさ取れないなんかギリギリにならなきゃさその日が休みかってちょっと分かんなくって ギリギリチケット取ろうと思ったら完売しちゃう感じっぽくってサッカーのチケットもう次のも完売してるの ?3 月9日っぽいよねなんかそういう情報をそうなよねギリギリだとねチケット取れないみたいです今 よちゃんハートありがとうあ買い替えたえっどっちも買い替えれたおよかったお見送り見送り参加できるんだそうつい間違えて昼夜2枚使ってしまっためていくかもえっ来てよ楽しみ <laughs> えー、来てくださいぜひ楽しんでほしいお嫁さんお嫁ちゃんと待ってるね <laughs> あ来月末の試合も無理だったえそうなんだ来月末も早っえそうなんだえー、そっかまあでもね行きたいよね行きたい行きたくてたまらないもん私もチケット取るの難しそうだなじゃあそっかん月売り切れてるんだやっぱり なんか特別チケット <laughs> 絶対もらえないけど特別チケット <laughs> ないのかな <laughs> ないよね <laughs> 絶対にもらえないけどそんな私に特別なんて特別チケットなんてもらえないけど特別チケットなんか欲しいな <laughs> <laughs> 行きたいです <laughs> ないよ絶対 <laughs> 行,チケット <laughs> 行きたいです <laughs> 行きたい なんじゃろうねそ <laughs> そうそう高いなえ <laughs>、ね、自分はでも落ち着くまでバトうかなそう多分チケット的にキンにならなきゃねチケット取れないからうーん。 ギリギリもうちょっと落ち着くまで待とうかな行きたいでも本当に早くスタグルも食べたいし久しぶりに <laughs> よしじゃあそろそろぼちぼち壇上を読みたいと思います思います 十三位、七二さんありがとう。十二位三木浩先生さんありがとう。十一位妹やムキチさんありがとう。十位トワイライトさんありがとう。九位ケイセティンさんありがとう。八位ゲズモさんありがとう。七位ヌシさんありがとう。六位クマネパパさんありがとう。五位ゆずきちさんありがとう。四位影三十七さんありがとう。三位リオさんありがとう。二位冬物さんありがとう。そして一位は、ドゥルル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 バン、モリモリさん。 ありがとう。ありがとうございました。ありがとうね。<laughs> ありがとう。僕の太陽声もありがとうね。ありがとう。明日は、明日は、ルードー明日ルードー明日じゃないけど、ルードーは。2月の、 最終日で明日で2月終わっちゃうよ明日二2月29日です去年はなかった明日 <laughs> なんかちょっとなんか特別感あるよね一日多いのってうびかうびって言うんかな29日明日も頑張ります一日じゃあねえねあずみでとありますせーのって言ったら ねえねえあずみんって言ってください行きますせーのなーにーありがとう二月ラストもねみんな元気に過ごそうね明日 <laughs> ありがとうございましたバイバーイ